今日は皆様どうもありがとうございました。今日の感想を一言ずつお願いします。本日はありがとうございました。過酷なシカゴバレーの西野七子です。皆さんすごく元気に明るくて、もっともっとなんか、すごく挑戦的に受けていただいたのですごく楽しかったです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。過酷なシカゴバレーの原川由紀美と言います。皆さんすごく熱心にバレーの知識も取り入れようと頑張ってくださっていて、私もすごく刺激をいただきました。ありがとうございます。最後に、和田歌子先生お願いします。はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。皆さんの反応がやっぱり素晴らしくて、バレエとはまたちょっと違う生徒たちだったので、すごく楽しく稽古させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。また機会ありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました。すごく緊張しましたけども、なんとかうまくやれたかなと思います。ジュニアの子もすごく上手に踊れてましたし、学生は学生ですごく吸収しようという気持ちが伝わってきて、僕たちも講習のしがいがありました。すごく楽しく、私も楽しく踊れたので、なんか、基本的なトレーニングを続けながらも、なんかそれが皆さんの糧になれば嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。またお願いします。はい、ありがとうございました。前に僕が学生だった時、こういう講習会を僕は受けた側だったんですけど、その時の気持ちをちょっと思い出しながら、なんとかラテンが魅力的に伝わるように努力しました。ありがとうございました。はい、先生お願いします。はい、子どもたちも吸収する力がすごく高くて、頑張るこう熱い力がこう伝わってきて、教えがいがありました。で、学生さんもやっぱり一生懸命やることを先輩から教わってきてること、そして私たちの伝えたいこともたくさんこう、もう一回、もう一回、いいですよ。じゃあ由美先生、今日はどうでしたか？すごい、でもちょっとどうしよう、勝負弱い意外と先生なんか本番の競技会と違ってなんか本番弱いですか、もしかして伝えたいことを全部伝えれたので、はい、満足してます。よかったです。いや、もっと伝えたかったかもじゃあそういう人はラテン同好会来てもらうしかないですね。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。The night is young, our memories echo inside me. This time is slowly taking away.
I miss the way that we were in harmony. I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. Now we're like footprints in the snow, slowly fading until it's over. ありがとうございます。今日はビッグ講習ありがとうございました。ありがとうございました。感想を一言お願いします。なかなか皆さん素敵なお肌をしてらっしゃるので、メイクの違いがありました。はい。やっぱ学生のみんなとかのあのジュニアの子も参考になったと思うんで、はいはい、また機会ありましたらぜひよろしくお願いします。こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。